付き添いで行ってもらえって、うん、これ肌よね、うん、行ってくれるね、うん、たまにね5000円ぐらいあげるときあるんだって言ったらね、うん、5000円なんてあげなくたっていいんだからね、うん、3000円あげればねいいんじゃないのって言って、あ3000円あげるから、ありがとう、そんな歯医者連れてくるぐらい、うん、めったじゃないからさ、うん、あげるときは5000円あげるんだって言ったらね、あ、ありがとう、で5000円なんてすることないんだからね、うん、あの3000円、それは気持ちだから、ありがとう、うん、4日の日は行かない、この日はね歯医者さんがね難しいね、うん、あれな、この日あれね火曜日全くボケちゃってどうしようもないね、勘違いしてた、お墓参り行ってくれたって、うん、行ってくれたのね、うん、返事をするのね、うん、あ、ありがとう、お、あ、か、参り嬉しかったですってね、うん、生きてるババにも会いに来てねって送っとけば生きているババにも会いに来てね、こうすの、うん、待ってます近っ、あなたでもその程度なんだ失礼な、ほんと久しぶりだもんね、ずいぶん久しぶりだよ、こんなん来て掃除して来てるなと思ったらもう帰っていなくてさ、一昨日も洗ったよ、本当、うん、乾くの早いもんね、洗濯してるよね一生懸命いや、お母さん乾杯だよ乾杯、ごま油、塩ばっ、初めて入ったこういうお店見なくて残念です、誰がお父さん焼肉と揚げ物だったらどっちがいい、揚げ物の方がいいかなこれもらっていっちゃうかなどうせ捨てるんでしょ、ここはこれね汚れたら上がって美味しいもう十分、トイレ長いんだ、長い長い、入ったら最後トイレ大丈夫だもん、大丈夫だもん、不思議だねあんなに年中トイレ行ってたのにね、今日はねあなたたちに囲まれてこうやっているでしょ、すごくね心も穏やかな、膀胱がリラックスしてるの部屋の中は平気だもん、若いしてる今日はあの何をしに行ったのかって